こんにちは、お元気ですか？元気があれば何でもできるイブセです。アメリカの大統領なんですが、一体誰が決めているんでしょうか？どう見てもね、国民が決めてるようには見えないんですよね。キングメーカーがいるわけですよね。まあ昔からよく言われるのが、アール・チャイルドとアール・フェラーの影響なしにアメリカの大統領には絶対になれないと、まあ昔からよく言われています。またそのアール・チャイルドとアール・フェラーは対立したり共闘したりと常に牽制し合う関係にあります。ですから、まあ一枚岩じゃないってこと、まあ当然ですよね。お互いね、利害関係がありますからね、対立することもあるでしょう。で、今回はね、この JFK ジュニアが亡くなる直前の裏社会の動きについてお話ししていきたいと思います。それでは早速行ってみましょうね。大統領を決める闇の権力者。JFK ジュニアの人気は絶大でした。幼少期から大人になるまでマスコミは JFK ジュニアを取り上げました。例えばこの写真もそうです。これジョン・ F ・ケネディのね、葬儀の時の写真なんですが、こんな可愛い子がですよ、敬礼するわけですから、もうみんなこの写真に感動しますよ。涙誘いました。まあ、こういった話題をですね、ジュニアもちっちゃい頃からマスコミの話題をさらってたっていうことなんですよね。そしてですね、1988年28歳の時、JFK ジュニアはマイケル・デュカキスが、民主党大統領候補に指名された党全国大会で演説したんですよ。この時をきっかけに JFK ジュニアは次第に将来の大統領候補としてその名前が取り沙汰されるようになっていきました。まあね、大学卒業して、まあ、弁護士になるのか政治家になるのかみたいなことをね、街の人々、アメリカの国民がみんなね、話題にしていたわけですよ。そんな中でこうやってね、党のね、全国大会で演説するわけですから、おっ、いよいよジュニアがね、政治家になる、政治の世界に入っていくぞみたいなことをね、みんながね、注目していたということなんですよね。1988年にはピープル氏が選ぶ世界で最もセクシーな男の一人にもなっています。そしてみんながね、このジュニアが一体政治の世界に入るんだろうかってね、やきもきしてた時にこういう発表をするんです。1995年雑誌ジョージを創刊するんですよ。で、またこのジョージという雑誌がですね、政治の話題を取り上げる雑誌なんですよ。まあ、もちろん政治だけじゃなくて、カルチャー、ポップカルチャーも取り上げるという、まあそういうね、当時では新しい、まあそういう雑誌なんですよね。ですから、ますます政治の世界に近づいていきました。闇の支配者たちは JFK ジュニアを常に警戒していました。まあこんなに絶大な人気があると、まあ、いくらな闇の支配者たちがね、もう権力を持ってると言ってもですね、止められない。民衆の力にはかなわないわけですよ。ですから、やっぱりね、警戒してたんですね。どうやら NSA と米軍内部に愛国者ネットワークができているようだな。奴らはジョンジョンを大統領にして、我らを潰す計画のようだ。闇のトップの一人であるアール・フェラーが言います。ちなみにこのジョンジョンというのはですね、 JFK ジュニアの愛称です。ケネディ大統領も息子のことをね、ジョンジョンと呼んでたそうです。どういたしましょうか。1977年まで CIA 長官だったパパ・ブッシュが訪ねます。パパ・ブッシュはね、その後大統領になっていくんですけれども、CIA に対してね、絶大な権力と、もうね、いろんな力をですね、持ってたわけですよね。で、このパパ・ブッシュの働きで、もはや CIA は完全に闇の勢力に牛耳られていました。
まあね、特殊訓練を受けた CIA の工作員にしてみれば、暗殺なんかもうね、簡単なことですよ。腕に止まった蚊を叩くような、そんなもんですよね。そういえば、ビル・クリントンの賞味期限が切れそうだな。彼はよく働いてくれたが、まあどう見ても脇が甘すぎる。ヒラリーの方が頼もしい。彼女をそろそろ政界に送り出し、次のまた次の大統領にしたいと思うのだが、どうだろうか。よろしいかと思います。2000年にニューヨーク州選挙区で上院議員選挙がありまして、そこへヒラリーを送り込むことがこんな感じで決まりました。ちなみにこのね、闇の権力者に見放されたビル・クリントンはですね、皆さんもご存知だと思うんですが、もうね、世界中で話題になりましたよね。1998年に研修生のモニカ・ルインスキーと大統領執務室で不適切な関係を持ったことが明るみに出てしまいました。でビル・クリントンもこれ認めてね、不適切な関係を持ってしまいましたって、ちゃんと国民にね、謝罪したんですよね。まあ、よりによってホワイトハウス内で不埒な行為をしていた、まあ、大スキャンダルが世界中で大騒ぎとなりました。 JFK ジュニア暗殺計画とは。どうだ、選挙に勝てそうか。アール・フェラーはヒラリーに尋ねます。ニューヨークの市長が出馬しても間違いなく私が勝てます。彼は前立腺がんですから、激しい選挙戦に耐えられないでしょう。しかしジョンジョンが出てきたら、さすがの私でも太刀打ちできません。ちなみにこの時のニューヨーク市長はトランプ支持派のジュリアーニです。そうか、ジョンジョンの人気はそれほど高いのか。はい、彼は大統領になるくらいの絶大な人気があります。どうしたものかな。腐ったリンゴは早めに取り除いておいた方がよろしいかと思います。腐ったリンゴは周囲も腐らせてしまいますから。ヒラリーは冷酷なことをさらりと言います。そうか、それではそのように取り計らおう。こうして JFK ジュニアの暗殺計画が実行に移されることになりました。愛国者ネットワークの計画変更。愛国者ネットワークのメンバーは NSA の盗聴システムによって JFK ジュニア暗殺計画を事前に知ることができました。その頃はすでに十数名の将軍が愛国者ネットワークに入っていました。彼らは皆命を捨てる覚悟を持っていました。どうする、ついに JFK ジュニアに魔の手が伸びてきたぞ。 F 将軍が眉根に憂いをためて言います。 JFK が亡くなった時、我々は誓ったではないか。我々の大統領は絶対に守り抜くと。 M 将軍が固い決意を持って言いました。では JFK ジュニア保護プログラムを直ちに発動しよう。そして1999年7月に JFK ジュニアは飛行機事故で死亡したことになりました。さらにこの翌年の2000年にヒラリーが上院議員になりました。
対抗馬と目されていたジュリアーニ市長は、がん治療のために出馬を辞退していたのです。政界入りしたヒラリーは、着々と大統領への階段を上っていきます。これはトランプがですね、大統領になってからのことですが、ネット掲示板で話題になっていた Q が、こんな投稿をしました。トランプ大統領とケネディ・ジュニアの関係。ケネディ・ジュニアが1999年に飛行機事故で亡くなり、ヒラリーが2000年に議員になった。そして始まった。ショーを楽しんでください。これが Q からのメッセージです。このメッセージのようにですね、謎のような言葉ですけども、この始まったというのは何が始まったのでしょうか。当初、愛国者ネットワークの Q は JFK ジュニアを大統領に据えて悪の支配者層退治に乗り出す計画でしたが、予定変更してトランプに白羽の矢を立てたのです。そのショーを楽しんでくださいという意味だったのです。いかがだったでしょうか。風の時代に入り、縦社会とか組織とか、そういうものがね、窮屈なだけの牢獄であると目覚めた人々が世界中に拡大しています。ですから闇の組織もですね、内部から崩壊しているのです。闇の支配者たちは悪の組織を維持できなくなり、ホワイトハット軍に連敗を続けています。あらゆる組織が崩壊し、個の力が重要な時代になりました。組織や会社に頼らず、高いスキルを身につけ、フリーランスで生きる時代かもしれません。そして、世のため、人のためにという公の精神を持って生きる人が、豊かで幸せな人生が送れるという時代ではないでしょうか。そしてね、最後ちょっとね、私の気になる写真をですね、今日ね紹介させていただきたいと思います。その気になる写真というのがこちらです。ヒラリーなんですよ。これヒラリーの勝負服をね、紹介する写真なんですが、ヒラリーさんね、なんかね、それぞれね、なんか微妙に顔が違うんですよね。これ私の気のせいでしょうか。なんかね、顔が違うっていう感じがするんです。写真のね、撮る角度とかね、写真を撮るカメラマンによってね、ちょっとね顔が変わったように見えたり、髪型がちょっと変わるとね、こう全然雰囲気も違ってきますからね、そういうふうに、私の気のせいなのかもしれませんが、なんかヒラリー顔が違うと思うのは私だけでしょうか。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひぜひぜひよろしくです。ご清聴ありがとうございました。